For England, James? No. For me. ウォッチモジョジャパンへようこそ。今日は映画内で最も死亡シーンの多い俳優トップ10をご紹介します。I would have followed you, my brother. My captain. My king. このランキングでは映画で最も多くの死を演じた偉大な俳優をご紹介します。アクションからコメディまで、この役者たちは誰よりも多く死んでいることで有名です。また当然のことながら、ご紹介する映画には重大なネタバレがありますのでご注意ください。好きな俳優がランキングにいませんでしたか？コメント欄で教えてください。第10位、ベラルゴシ、36回死亡。ベラルゴシはドラキュラ伯爵を演じた最初の俳優の一人として永遠に記憶されることでしょう。 Your will is strong, Van Helsing. 1931年のオリジナル映画はルゴシの存在が際立ったものでしたが、ユニバーサルホラー映画への出演は彼をこのジャンルの代名詞にしました。 He's mine! He don't belong to you! You go away! Not me!象徴的なヴァンパイアであるほか、恐怖状や黒猫にも出演し、作中で命を落としました。フランケンシュタインの復活では印象的な役柄と悲劇的な最後を遂げました。晩年にはエド・ウッド監督の悪名高いプラン9、フロム・アウタースペースなど B 級映画にも出演しています。 Confused by his great loss, the old man left that home, never to return again.このハンガリー人俳優はハリウッド初期の怪獣映画制作に歴史的な貢献をしたとして、今でも広く称賛され、映画界に足跡を残しています。第9位、トム・サイズモア、41回死亡。トム・サイズモアは特に90年代には多くの多様で悲劇的な役柄で魅力的な演技を披露しました。サイズマーの最も有名な死亡シーンは戦争映画プライベートライアンのフィナーレで訪れます。ラストシーンでダッシュで橋を渡りますが、ドイツ軍に撃たれてしまうのです。また名作犯罪映画ヒートでは、アルパチーノ演じる敏腕刑事に撃たれて死ぬシーンが印象的でした。この数十年は仕事が減り、個人的なトラブルにも見舞われましたが、彼の才能と映画制作への貢献は疑いようがありません。この俳優はスクリーン上で41回ほど亡くなっています。 You may have to get yourself a new line of work. This one doesn't seem to agree with you anymore. 第8位、エリック・ロバーツ、42回死亡。若い世代は彼の80年代の作品を知らないかもしれませんが、エリック・ロバーツは今でもいくつかの作品に脇役で登場します。 When I look at you, I see something I like very much. ダークナイトやアクション大作エクスペンタブルズでは報いを受ける悪役で有名になりました。 What about me and you? We're both the same. We're both mercenariesその美貌を生かし、根っからの悪人でも人を引きつけることができます。その仕事ぶりは何事にも一生懸命な職人気質と評判です。またケーブルガイへのカメオ出演では、死に直面しても自分のイメージを揶揄することに余念がありません。 Cry baby, I love you. You have always been such a crying baby. Tammy, look who's crying.ロバーツは大予算のスペクタクル映画から賞にノミネートされた作品まで、さまざまな映画で死に続けています。第7位、デニス・ホッパー、42回死亡。1950年代に新世代の俳優として登場したホッパーは、イージーライダーでハリウッドの風景を一変させました。この映画での彼の死は反体制派の世代に一石を投じましたが、他の映画ではもっと不愉快な役柄として死亡しました。Here I come.
Ready or not? ブルーベルベットのフランク・ブース役の恐ろしい演技は見る者を怖がらせ、その後数十年にわたり素晴らしい悪役を切り開くのに役立ちました。その一つがスピードの敵役。地下鉄の車両の上で劇的な最後を遂げます。この俳優は常に自分のキャラクターに催眠術のようなエネルギーを吹き込み、それが時として役柄をベストな状態へと導くのです。 Be prepared. It's the Boy Scout marching song. 第6位、ボリス・カーロフ。43回死亡。ボリス・カーロフは30年代から40年代にかけてのホラーの顔でした。 I beg you, do not think too badly of me.I tried my best to help you. フランケンシュタインシリーズの彼の姿は映画史に残るほど有名ですが、彼のような伝説的な人物でもその役柄の中で死んでしまうのです。ユニバーサル社製作のオリジナルシリーズで生き返った怪物を演じたのが最も有名なものです。このシリーズだけでなく、ミイラ再生などのヒット作にも出演し、ファンタジーの世界にも進出しました。I did not notice the time. キャリアは50年代から60年代にかけて停滞しましたが、歴史家や映画ファンの目には彼の足跡は決して色褪せることはありませんでした。第5位、ジョン・ハート。43回死亡。ジョン・ハートは同世代のイギリス人俳優の中で最も高く評価された一人です。 I'm ready. It'll be quickSF の傑作であれ、独立系ドラマであれ、この俳優は銀幕での素晴らしいキャリアを通じて有名な死を経験しました。彼はまた史上最も歴史的な死のシーンの一つに欠かせない存在です。映画「エイリアン」では彼のキャラクターがゼノモーフに胸を破裂させられます。ハートの不運な死はそれだけにとどまらず、愛すべきアーティストとしての地位さえも顧みませんでした。より邪悪な役に転向し、 V for Vendetta などのプロジェクトで極悪非道な悪役を演じるようになります。 I have something for you, Chancellor. A farewell gift. For all the things you've done, for the things you might have done, and for the only thing you have left. 2017年に亡くなるまで、彼は人間性の探求と頻繁な映画での死によって観客を魅了し続けました。第4位、ヴィンセント・プライス。45回死亡。ヴィンセント・プライスはホラー映画や B 級映画で幅広いキャリアを積んだため、作中で死ぬ機会が多くありました。Here's a serum that will heal you whether you're rabid or not. 1940年代に何度も脇役として出演した後、1950年代には老人形の館からハウス・オブ・ホーンテッド・ヒルまで、より重要な役割を担うようになりました。Everything I ever loved has been taken away from me.Not you, my Marie Antoinette, for I will give you eternal life. 不吉な人物を演じることが多く、ヒーローや悪役の手によって死ぬこともありました。また、エドガー・アラン・ポーの映画化作品にもいくつか出演し、落とし穴と振り子のような映画化作品で最後を迎える極悪人を演じました。彼のキャリアは多くの刺激的な作品にあふれており、ティム・バートンの映画シザーハンズは彼の最後の仕事であると同時に最後のスクリーン上での死となりました。第3位、ランス・ヘンリクセン。56回死亡。ランス・ヘンリクセンは大量の SF やアクションの名作で銀幕を飾りました。 Not bad for a human.エイリアンシリーズではアンドロイドのビショップとして何度もダメージを受け復活しました。シリーズ2作目では彼のキャラクターがクイーン・エイリアンに切り裂かれるという史上最も陰惨な手足の切断が見られます。観客が彼を知っていようがいまいが、ターミネーターの警官役、クイック&デッドなどの西部劇のガンマン役などで数々のスクリーン上の死を遂げた俳優です。テレビやビデオゲームでの役柄を数えれば、彼の死亡リストはもっと長くなるでしょう。 You wanna play poker with me, little lady? 第2位、クリストファー・リー。69回死亡。クリストファー・リーはあらゆる世代の中で最も多作な俳優の一人でした。 Like every great artist, I want to create an indisputable masterpiece.影響力のあるドラキュラ役を作り上げただけでなく、彼は複数のジャンルを探求し、その全てで命を落としました。
007やスターウォーズなどのシリーズでの演技は彼にスクリーン上で最後を迎えるにふさわしい機会をいくつも提供してきました。 I shouldn't do it。第二次世界大戦の経験は彼の役柄に重みを与え、人生に対するより大きな視点を与えてくれたようです。ハマーのホラー映画からロード・オブ・ザ・リングシリーズまで、彼は多くの死にいつも重厚感を与えてきました。1位のご紹介の前に惜しくもランク外になった俳優をご紹介します。ニコラス・ケイジ、32回死亡。このダイナミックなアーティストは死んでも死ななくても映画で楽しませてくれます。Hail Mary, full of grace, our Lord is with thee. サミュエル・L・ジャクソン、33回死亡。ジャクソンの成功した作品の数々には話題作や衝撃的な死が数多く含まれています。 So we're not going to fight anymore!We're going to pull together and we're going to find a way to get out of here. First, we're going to seal off this ブルース・ウィルス、33回死亡。アクションスターとしての地位とは裏腹に、主役としてウィルスは多くの死を経験しました。We win, Tracy! Press it!ミッキー・ローク、34回死亡。ダンブルフィッシュからアイアンマン2まで、この80年代を代表する人気俳優は次々と命を落としました。ブルース・ダーン、35回死亡。彼の多様なキャリアで複数の年代にわたって死亡するキャラクターを演じています。 The dumbest thing your boy ever didwas to let me know he was your boy. ah! 1位のご紹介の前に、最新動画をお見逃しのないようチャンネル登録をお忘れなく。更新ごとに通知を受けるかどうかの設定は変更可能です。スマートフォンでご視聴の際は設定画面で通知をオンにしてください。第1位、ダニー・トレホ、72回死亡。90年代のアクション映画のファンなら、ダニー・トレホが死ぬところを見たことがあるかもしれません。Hey, don't I know you from someplace? 彼の長いキャリアは1980年代に出演した作品から始まりました。ロバート・ロドリゲス監督との数多くのコラボレーションの中でも、デスペラードとフロム・ダスク・ティル・ドーンでの死は特に有名です。 And now for your viewing pleasure.彼の悪人ぶりは意外な味方や手強い悪役として完璧です。バトルガン M16 のようなシリーズで初めて映画に出演した時から、この俳優はたとえ何度も死ぬことになったとしても常に情熱を持って演技してきました。この俳優がアメリカ映画界で最も死亡回数の多い俳優の一人であることは衝撃的な事実かもしれません。You can't come in here.いかがでしたか？ウォッチモジョジャパンの他の動画もぜひチェックしてみてください。最新動画を見逃すことのないよう通知設定を忘れずに。